はい、では今日はエステも、はい、第2段階目、第3段階目です、ね、第3段階目に、はい、階目おー、早い、はい、進みました、はい、今日から少し、メニューが変わっていきます、はい、エステの内容が変わっていきます。ステップ3では、はい、脂肪燃焼メインにケアをしていきます、はい、脂肪燃焼メイン、はいはい、もうステップ2まででセルライトのケアもかなり進みましたので、はいはい、次に進んでいきます、うん、はい、この今もう揉まれているタプタプの脂肪を止まないです、ね、燃焼していきます。はい、でまずこのマシンですね、はい、立てていきます。ちょっと温かい感じがしますけれども、そんなに痛みはないかなと思うんですが、はい、ショートウェーブというものを使ってまして、中にしっかり熱を入れて脂肪燃焼していきます。そうか、じゃこれまでは冷たかったのが次は温かくなるんだ。急に変わりましたね。はい、もうすでにお肉も、落ちてきてるんで。そうなんです。さっき全部体脂肪とか測って、見事に順調に落ちております。落ちてます。まあこれでもとにかく脂肪よ流れていけっていう感じで。まだね、寝るとね、この下っ腹のこの、そう、今ちょうど当ててもらってるこの、そうそうそう、そのあたりがね、まだぴょーんとしてるので、ここをね、なんかここをスキッとね、はい、スレンダーに、ちょっと温まってきたの感じませんか？触っていただいたらすごいわかる、多分。あ、ほんまや、触るとあったかい、はい、すごい今ね、どん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 ね、なんか脂肪がね、ブチ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 って感じますね、うん、脂肪がブチ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 するのすごい感じる。あったかくなってきた、熱いわ。すごい、触ってみてください。熱い熱い熱い、本当ですよね。見てこれ、でこの後マッサージをしてさらに脂肪を燃焼させて流していきます、はい。でいつも思うけど、やる方も大変ですよね。もう 全体重かけてやってますよね。はい、そうなんです、ね、いつも思う、エステティシャンは痩せます。エステティシャンは本当もうこれがいい運動ですよ。全身運動ですよね。そうなんですよ。脂肪燃焼だけじゃなくて、ちょっと腸の刺激もしっかり入れていくマッサージになる。お腹のくびれが、はい、ちょっとずつメニューがレベルアップしていってます。30秒、あと2セットやると終わり。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
頑張ってほしい。
このきつさ伝わってる？全然伝わらないよな。大したことしてないよ。やった人しかわかんない。聞いたんやけれども、はい、何だったでしょう。完璧に言える自信がないんですけれども、はい、ハイフと、はい、なんとかナイフ、はい、ビヨンハイフと、はい、ハイパーナイフですね、を使ったフェイシャルになります、うん、ハイフェストフェイシャルっていうものです、はい、年齢とともにどうしてもね、こう下がってきてしまう皮膚たるみをちょっとキュッと上げていくという、そう、キュッとはい、していきたいと思います。ドキドキする。それで大丈夫だと思います。はい、うまい、分かれへん、痛みとかない、ちょっとずつ、ふわっとあったかいなっていうのを感じるくらいで、全然美容配布っていう方で、キャッパーを使ったもので、はい、お肌の引き締めだったり張りを出したりで、これによってこの熱のエネルギーでコラーゲンの生成を促してくれるんですね。お肌の中にあるコラーゲン呼び覚ます、はい、そうです。さあ今配布が終わって、あ、上がったのが分かる。すごい熟睡してたんですけど引き続き、はい、ハイパーナイフを、はい、なんか名前だけ聞くと怖いけど、はい、怖くない優しい温かさです、はい、これでさっきの、ビヨンハイフの効果をさらに倍増させるものになります。だけでも実は顔上がるぐらい、そうなんだ、はい、この後ちょっと、はい、おー、はーい、今まで暖かかったので、うん、ヒヤッとしたのが気持ちいいぐらいだと思います。もう触り心地がめちゃめちゃいいです。違うのが分かります。触って全然違います、ね、ここで寝る前と今全然違う、ね、起きてるから目は腫れぼったいねんけど顔が植えてたからブンブン吸い込んで気がする、気持ちがとっても入りがいい感じになります、ね。
丈夫。あってるよ。4、3、2、1。はい、OK。あー、もう。膝開いて。もう一回。はい、1、2、いいぞ。3。どうでしたか？ナイス。
し全然力ないかも、どうしよう、せーえ、どうしよう、分からへん軽くします、うん、いいですか、だってなんか言わしそう、それはい、出てるよ、こっから上げるって大変、そうそう、そういう肩の力と、あと、胸の上の力、体が6、いいぞ、7、最後ちょっと引きます上半身をいろんな発見を教えてくれた成田先生でした。さあ気持ちを前向きに持って、メンタル前向きに持っていくことが今日はできた、よかった。ちょっとくじけそうになってました。成田先生ありがとう。Thank you.